無冠の帝王とは、特定の分野で第一人者の実力を有しながら、大きなタイトルを獲得できない人を指す言葉。特別な地位や肩書きを持っていないが、実質的な実力を備えている人という意味もあり、無冠の帝王とほぼ同じ意味で、儒教では孔子を、そうと呼ぶ。ご反省にわたって尊い地位には、縁がなかった孔子を、帝王の徳を持つが、帝王の冠無を持たない人として称えている。 しかし、実際には講師は、幾度も主観を求め、時には成り上がり者のようこのような、儒家儒教の道徳上では好ましくない人物に出資しようとしたこともあったのである。もともとは、新聞記者を指した表現と言われる。これは、新聞記者は特に地位や権力を有しているわけではないが、決して圧力に屈することなく、世論を武器に、 権力者に対抗するという意味から名付けられたものである。また、新聞記者は、時の実力者に名刺一枚であって話を聞くことができるからという説や、いわゆるマスコミの第四の権力としての機能を評価した表現という説もある。現在では、相当の実力を持ちながらも、その実力にふさわしい賞やタイトルを獲得できていない人物を指す言葉となっている。 多くの分野で用いられるが、特に、スポーツ選手の実力を称賛するために使われる例が多い。一方で、肝心なところで、勝負強さを発揮できず、賞を取り逃していることから、やや野揄的な意味を込めて使われることもある。また、この類似的表現として、シルバーコレクターがある。主にスポーツの世界において、何度も、あと一歩で優勝を逃し2位に甘んじている選手や、 チームを指す和製英語である。万年2位もほぼ同義語。これに似た意味として、ブロンズコレクターもほぼ同じ意味の用語であるに、甘んじている選手やチームを指す和製英語である。優勝するだけの能力を持ちながらも運に恵まれないとしてその選手の実力を賞賛する目的で使われることがある一方で、実力はあるが、肝心のところで精神的な 弱さが露呈するなどと揶揄する意味で使われる場合もある。下記にて、該当する人物の一覧を示すが、無冠の帝王、シルバーコレクターのみならず、類似的表現で形容されている人物を含むこと、及び、かつてそのように形容されていたが、タイトル、優勝を叶えたことで現在は称号を返上している人物をも、一覧の対象として含むことに留意されたい。ありがとうございます。